はい、どうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、今週、まあ明日からですね、今週の木曜日から始まるライブアップデート、いい選手たちを紹介していきたいと思います。で、最後にですね、今週の木曜日から登場します週刊 FP、 本当におすすめの選手なのか、当たりの選手なのかというのをですね、同じプレイスタイルで比較していきたいと思いますので、まずはですね、今週のライブアップデートがいい選手たち紹介していきたいと思います。黒玉のフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパー、そしてあとは金玉の選手で、最後に銀玉の選手見ていただければと思いますので、早速見ていきたいと思います。まずは黒玉のフォワードの選手から見ていきたいと思いますが、今週ライブアップで B 以上になったのがご覧の選手たちということになっています。メッシからドゥバンサパタまでですね。で、中でもネイマールとスアレス、週刊 FP で来ている通りですので、今回は赤でね、目立つように書いていますけども、まあ中でもやはり、まあネイマール、スアレスのライブアップで A というところですね、週刊 FP でも来ている通りですし、であとはディマリアだったりミュラー、サネ、まあここら辺の選手がライブアップで B 以上というところは大きい部分なんじゃないかなというところですかね。続きまして、黒玉のミッドフィルダー見ていきたいと思いますけども、黒玉のミッドフィルダーでライブアップで B 以上なのはご覧の通りですね。ブルーノ・フェルナンデスからギュンドアンまでライブアップで B 以上ということになりました。で、中でもチアゴ・アルカンタラ、モドリッチ、ダビド・シルバ、ギュンドアン、この4選手に関してはライブアップで A ですね。ぜひ使っていただければと思いますが、個人的に今回はパリ・サンジェルマンのマルキーニョス、今週もライブアップで B ということで、先週も B だったような気もしますが、先週のチャンピオンズリーグの週刊 FP で出て以来ね、使われている方かなり多いんじゃないかなと思いますので、まあ今週のアンカーに関してもマルキーニョス使っていただければと思いますね。で、あとはまあマルキーニョス持ってない方はロドリ、ライブアップで B ということになりましたので、まあこの2人のね、アンカーがライブアップで B 以上になったっていうところはありがたい部分なのかなと思います。で、今週の目玉で言うとマルコス・ジョレンテですね。この前めちゃくちゃ強化されているね、ジョレンテがアトレティコのクラブセレクションで出ましたが、この選手今週ライブアップで B になりましたので、ぜひ前回のアトレティコ・デ・マドリーのクラブセレクションでジョレンテ当てた方は今週使っていただければと思いますね。続きまして、黒玉のディフェンダーとゴールキーパー見ていきたいと思いますけども、ディフェンダーはアレクサンダー・アーノルド、ジューレ、ケッリーニ、で、ゴールキーパーはアリソン、クルトワ、ロリスがね、ライブアップで B 以上ということになっています。今週、ディフェンダーきついですね。この3人のみということになっていますので、まあ、アイコニックだったり、あとは金玉以下の選手で補充していくポジションになっているのかなというところですね。ただまあ、ゴールキーパーはアリソンだったり、クルトワ、ロリス、ここら辺の選手はありがたいところかなと思います。ぜひ使っていただければと思いますね。続きまして、ここからは金玉の選手たち見ていきたいと思いますが、金玉からはですね、個人的にピックアップさせていただいております、デパウルからナチョということで、デパウルまた今週もライブアップで B になりましたね。で、あとは中でもナポリのファビアン・ルイスで、アトレティコ・デ・マドリーのジョアン・フェリックスで、ミランのアンテレビッチ、ここら辺の選手ライブアップで B 以上というのはありがたいかなと思いますが、ゼニートのジュバですね、ジュバに関しては週刊 FP でも出てくるかなと思いましたが、今回はコズということで来て欲しかった選手の一人ですね。ただ逆にミリク、ピッチ、ナチョ、ここら辺の選手に関してはね、週刊で出ている通りです。で、あとはフェラントーレスも、今週は登場しなかったということで、今週はね、この選手出るだろうっていう選手がなかなか出なかった週刊 FP になったかなと思いますが、まあ中でもピッチだったりナチョ、ここら辺の選手はかなり有能な選手かなと思いますので、ぜひ使っていただければと思いますね。ということで、ライブアップで紹介ラストは銀玉の選手たち見ていきたいと思います。今週豊作ですね。イサク、ボアドゥ、オーイエ。まあ特にイサクだったりボアドゥに関しては持っている方はぜひ今週使っていただければと思いますね。まあこの2選手がライブアップで A になったということで、まあトップほぼほぼこの2人が多いんじゃないかなと思います。ですので、持っている方はぜひ使っていただければと思いますね。で、日本人で言うと伊藤純也選手、吉田麻也選手がライブアップで B ということになりました。で、久保建英選手に関してはね、ライブアップで A ということで週刊FPで出ている通りです。ですので、まあ、今週の木曜日、明日ですね、ぜひゲットしていただければと思います。ということで、ここからはですね、週刊 FP の当たりの選手、本当に当たりなのかというところを見ていきたいと思いますが、まずは右サイドハーフ、ピッチですね。今回は2選手ピックアップさせていただいておりますが、まずはピッチ見ていきたいと思います。ピッチはですね、まず通常の能力値しっかりあるんですが、ここからかなり強化幅は大きいということで、基本的にプラス3からプラス5がありました。で、フライパスがプラス6、決定力プラス7、プレースキックプラス8ということで、特に決定力の部分ですね、で、オフェンスエースもそうなんですが、まあほぼほぼ90台まで乗せたということで、得点能力しっかり上がったんじゃないかなと思います。で、ドリブル能力だったりパス系、特にパス系に関してはともに90台後半ということで、今作の仕様とか考えるとこのパス系ともに90台後半というところはありがたい部分かなと思いますし、スピード瞬発もしっかりありますね、80台後半で、キック力だったりボディコントロールもしっかり高いですね。で、あとはまあそろそろライブアップでもなくなってくるかなと思いますが、コンマン7しっかりあるというところもかなり評価できる点なのかなと思いますね。で、スキルが有能なんですよね。もともとワンパスループ
パスだったりピンポイントクロス持っているんですが、ここにワンタッチュートが追加となっています。プレイしたらチャンスメーカーということになっていますが、スキル、ワンシュー、ワンパス、スルーパス、この3つのスキル持っていますので、まあ今週の週間 FP 当たりの選手の1人と言っても過言じゃないかなと思いますが、早速ですねこの選手本当に当たりなのかというところを見ていきたいと思います。で、比較ですね、今回は同じチャンスメーカーで見ていきたいと思います。ジョアン・フェリックスとネイマールを挙げさせていただきました。ネイマールに関しては今週の週間 FP で出ているネイマールになりますけども、ジョアン・フェリックスは前回のアトレティコ・ド・マドリードのクラブセレクションですね。まずは能力値で見たときに、やはり今回のピッチパス系が高いですね。ともに90代後半、ジョアン・フェリックスとネイマールより高いということで、あとはフィジカルコンタクトの部分、ネイマールは67、まあジョアン・フェリックスに関しても74しかないんですが、ピッチに関しては78、まあ70代後半しっかりあるというところだったり、あとは根腕の部分ですね。今週は A なんですが、来週以降根腕7しっかりあるというところはかなりありがたい部分なのかなと思います。ただ逆にマイナスの部分ですね、まあジョアン・フェリックスだったりネイマールと比べると、まずはオフェンスセンスだったりドリブル能力ですね、やはりジョアン・フェリックスだったりネイマールにはかなわないなというところ、プラス決定力の部分も、まあネイマール95に対して91ですから、まあ得点能力は若干まあ低いなという印象ですね。で、あとはボディコントロールの部分、ドリブル能力やはりジョアン・フェリックスだったりネイマール高いので、ボディコントロールに関してもまあマイナス3ということになってしまいました。続きましてスキル面で見ていきたいんですけども、まずはワンシューワンパスルーパス、この3つのスキルピッチ持っていますね。で、ジョアン・フェリックスに関してはワンパスルーパス持っているんですが、ワンシューなしで、ネイマールに関してはワンパスルーパスもワンシューもなしということになっていますので、スキル面で見たときにピッチ一番強いんじゃないかなというところですかね。で、まあネイマールに関してはダブルタッチのスキル持っていないんですが、ダブルタッチは確定で出せるというところはね長所かなと思いますが、まあ全体的に見えてピッチバランスの取れた能力、そしてワンシューワンパスルーパスのスキル持っていますので、まあ今週の週間フィー当てて、まあライブアップで A ではなくても、来週以降も全然使っていけるような選手になっているんじゃないかなというところですので、間違いなく今週の週間フィー当たりの選手の一人ですね。続きまして、もう一人は久保建英選手見ていきたいと思いますが、まずは通常との比較ですね。まあこちらさらっと見ていくだけにとどめようかなと思いますが、今回に関してはドリブルプラス7、瞬発力、キック力がしっかり上がっています。特にキック力に関してはほぼほぼ完走ということになっていますので、左足から出されるミドルシュートを狙っていただければと思いますね。で、今回ダブルタッチだったり、今回ワンパスルーパス持っているんですが、スーパーサブが追加となりました。まあ残留を決めるね、一発を決めたということで、後半からの出場だったので、今回はスーパーサブが追加となっています。ということで、同じスーパーサブ、そしてチャンスメーカーの選手と比較していきたいと思います。アセンションとムシアラを今回選ばせていただきました。で、アセンションは真ん中の能力値、ムシアラ一番右ということになっているんですが、まずは能力値で見たときに、オフェンスセンスだったりスピード、瞬発、キック力でボディコンスタミナが高いなという印象でしたね。特にボディコントロールはカンストで、キック力に関してはアセンションより高いということになっていますので、このキック力がかなり大きな部分ですね。で、スピード、瞬発、90、98、ここら辺もかなり高いですね。まあムシアラが一番高いということになっていますが、まあここら辺はね、まあ、スピードマイナス4となっていますが、かなり高い部類に入っていきますね。ただ逆に久保選手が負けているところで言うと、圧倒的に決定力の部分ですね。アセンションは90代、ムシアラに関しては80代後半あるんですが、久保選手は82ということになってしまっていますので、この決定力の低さというところがかなりあだになってきそうな印象ですね。で、続きましてスキル面で見ていきたいんですけども、久保選手はダブルタッチ持っています。で、ムシアラに関してもダブルタッチ持っているんですが、軸足当てがいらなかったですね、アプリの方は特に。そしてワンパもスルーパスも久保選手持っています。で、アセンションに関してはスルーパス持っているんですが、ムシアラはワンタッチパスとワンパスルーパスともに持っているのは久保選手のみということになっていますので、今回の久保選手間違いなく当たりの選手の一人ですね。ただまあ全体的に見た時に、やはりかなり魅力的な能力値、そしてスキル持っているんですが、決定力に難があるんじゃないかなという印象ですね。ただ今週ライブアップで A というところ、プラススーパーサブのスキル持っていますので、まあ間違いなくガチスカ候補の選手の一人ではあるのかなという印象でした。はい、ということで本日はですね、今週のライブアップデート、そして本当におすすめできる選手なのかというところを見ていきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ今日紹介したピッチと久保選手、間違いなく週間 FP 当たりの選手かなと思いますので、ぜひ今回ゲットしていただければと思いますね。ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では